どういうふうな事業を作りたいかっていうのが中心にないと、それにお互いにこう協力し合うっていう。盛岡の皆さんがよし一緒にやろうということで、すぐに盛岡にこの会社を登記しまして、で私も盛岡に移住して、世の中で何をできたらいいんだろうと、どんなアイテムがあったらみんなが幸せになれるんだろうと、そこがまずは開発の原点であるというふうに考えてますんで、これを37度のインキュベーターの中にポッと入れると、あとは土日ずっと人のばらつきなく培養して、終わったらそれを出せば、細胞培養できていると。そうなると、あ、それだったらうちの技術でできるよと、多分皆さん思うに違いないんです。東北のサプライヤーメーカーの皆さん、多分使う人たちからこんなの作ってくれって言われるとリアリティ違いますか。何を世の中が求めているのか、どうやって掴むかっていうことがすごく大事で、それは人のつながりで、どんどんその人と、まあ、こういう連携によってですね、岩手だけじゃなくて日本、また世界ともですね、これからはつながってマーケティングしていくことによって、そういうニーズは、お客様からいただけると思います。あの時地元にこんな面白い企業があって、これ捨てたもんじゃないなと。なったらば世界中の英知を身につけて、きっと還元しに戻ってきますよ。そういう良いサイクルを作っていくことが私はできると思ってますね。トリック様の取り組みによりまして、盛岡がライフサイエンス機器の開発拠点となりまして、盛岡に拠点を置かれる企業様が作り出した製品がここ盛岡から世界に羽ばたいていくということは、本市が将来図として掲げております、町人未来が輝く世界につながる町盛岡、この実現にもつながるものと大変大きく期待をしております。100億円の会社が1社あるよりは、1億円の会社が100社あった方が地域は活性化するんじゃないかなと思うんですね。地域の中で部品を作って完成品に組み上げて直接世界に出していくというようなことをトリックとしては狙ってますので、そういう仲間をですね、増やしていきたいというふうに思ってました。